はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。11時25分を回りました。10月の17日の日曜日でございまして、今日はね、雨降ってるんですよね。雨の中来ましたよ、ほんまに。さて行きましょう。ニュースポスト7でございます。あ、今日ね、私の記事が出ましたんでね、何やったかな、ちょっと待ってね。私の記事は、新築マンション木分け販売の実態、即日完売のパンダ部屋を作るわけというのが、私の記事でございまして、皆さん読んでくださいね。でもそれは置いといて、これ行きましょう。見つけました。今日ですね、朝の7時に出た記事でして、中国指導部、恒大集団の経営危機で軍警察に第一級警戒態勢を発令という、という記事でございまして、行きましょう。ちょっと長いんで、かいつまんで。中国不動産開発大手恒大集団が巨額な債務を抱えて、経営破綻の危機に陥ったことに関し、マンション購入者らが、購入代金の返還をなどを求めて、混乱や暴力を伴う集団的な衝突が頻発しかねないとして、中国共産党指導部が中国人民解放軍や武装警察部隊などに対して第一級厳戒態勢を発令したことが明らかになった。これは恒大集団が20万人の社員や380万人の間接雇用者、全国280都市で1300の不動産建設案件を抱えているためで、恒大集団が経営破綻した場合、全国的に大きな動揺を招くことが予想されるからだ。米政府系報道機関ラジオフリーアジア RFA が報じた。あのね、この日本に暮らしていますと想像しにくいんでしょうけども、中国という国ではですね、いわゆる暴動みたいなですね、こう集団 G 行動といいますか、暴力を伴ったですね、こう G 行動が頻発するんですよ。こう何かこう不満不平、というか、まあ、強烈なその金返せとかってそういう要求があるときに、集まってですね、その押しかけてですね、キャンキャンこう、まああれですね、日本で言えば刑法犯に当たるような騒動を巻き起こすことがですね、普通でも年に数万件は全国で発生していると言われています。あまり報道されないだけでですね。で、今回恒大という、まあ、三井不動産の 6.5 倍と言われてますけど、の規模の会社がですね、倒産するということでですね、開発案件が1300あるんですって、今も読みましたけど、いわゆる言うてみりゃね、新築マンションが1300物件進行中なんですよ。ほんまかと思いますけどね。ちょっと想像できないですけども、日本で年間、どうでしょうね、首都圏で1300物件出るでしょうかね、新築が。まあそれくらいは出てるかも分かりませんね。首都圏でね、まあそれが恒大一社で今中国全国で進行中でして、その1300物件のマンションの購入手続きをして代金を一部払ったような人はですね、このマンションもらえないという事態になるわけですね。もらえないというか、残りの代金払って受け取るわけですけども、それができないという事態になるとですね、それは起こりますわね。だからそれでその何言いますか、そういう抗議行動とかでですね、社会を混乱させないために、軍や警察にですね、お前らちょっと気合い入れて見張っとけって、そういう命令を出したということですね。ちょっと飛ばします。また党中央指導部の命令を受けた中央軍事委員会は、全国5大戦区の各部隊宛てに第一級厳戒態勢を発令し、これ軍隊に命令出してるんですよ、軍隊に。発令し、休暇の取り消し、全隊員の待機、緊急時の出動を備えるよう命令した。これは暴動や無差別殺傷事件など、今後も不測の事態が発生する可能性があるとして、新疆ウイグル自治区やチベット自治区に継続的に出されている経営限界体制と同じレベルだと。RFA ですね、アメリカのフリーラジオですね、フリー、
レディオフリーエイジアっていうやつですね、は北京の指揮者の話として習近平国家主席ら最高指導部は地方の暴動が首都北京や上海など大都市に波及することで一党独裁体制が揺らぎかねない等の危機感を抱いているようだと報じた。このため国際的な信用格付け機関であるフィッチ社は住宅投資は中国の国内総生産過去 GDP の約 10% を占めており、他の産業にも大きな波及効果をもたらしているとして、住宅着工件数が減少し財政圧力が不動産投資を圧迫していることから今年の中国の経済成長率の見通しをこれまでの 8.4% から 8.1% に下方修正すると発表。それでも 8.1% も成長するんですか。日本ってね、どうでしょう、 2% も成長しませんよ。今年は去年に比べたら成長するでしょうけども、だって去年ガーンと落ち込んでますからね。だから日本人の感覚で 2% 成長したら経験やんっていう感じですけど、まあ、それでも 8% 成長するんですか、中国は。ちょっと信じられへんけど、と発表。またバンクオブアメリカも来年の中国の経済成長率予測を 6.2% から 5.3% に引き下げているというところで記事は終わっています。このニュースからね、顕著に読めてるのはね、軍や警察にお前らっとちゃんとお前待機しとけよと、何が起こるかわからんでて言うたということはね、言うたすなわちね、もう中国政府共産党としては恒大という会社を助ける意思はほぼないということですね。このまま行けば倒産なんですけども、この倒産することをこう防ごうとしている風には見えないですね、この記事を言いますと。それよりも倒産した後でどうなんねって、騒いでもたら困んねって、お前らしっかり抑えろよみたいな、そういう命令を出したということで、これね、この記事でね、もうこれは中国はしばらく混乱やなというのが何となく見えてきましたね。で、今その恒大だけではなく、その3社5社名前が挙がっておりまして、すでにデフォルトしたというようなニュース記事も散見されるようになりました。で、一つのですね、リミットが来週の金曜日22日ですね。で、22日が終わってしまうとですね、恒大のデフォルトが確定します。これが多分日本でいうところの倒産ということになるんだと思いますね。そうなると、まあ、日本の場合ですと、これ裁判所が入ってきましてですね、その保全という措置を取るんですね。つまり今恒大が持っているありとあらゆる資産の価値を保全する、つまり勝手に持っていったらあかんでということで、まあ、預金は凍結しますし、その金融債権みたいなものがあればそれもこう、まあ、確保するわけですね。で、あと不動産持ってれば不動産も名義変更は不可ということにして、一旦保全ということにしまして、でどんだけあるのかっていうのを調べるわけです。資産がどんだけあって債務がどんだけあるのかと。で、そこからですね、その整理をいたしまして、で、まず日本の場合労働債権最優先なんですね。要は未払い賃金を払うわけですね。で、その後でその従業員をどうするかと決めてですね、辞めてもらう人は辞めてもらうと。で、整理をしながらですね、その債権者会議をしましてですね、何パーセント還元ということを、いわゆる100万円貸して、100万円の債務名義があるんであれば、20% であれば20万円で OK してねっていうことで、で OK をさせる、まあそういう手続きをするのが日本の倒産なんですけども、中国の場合どうするんでしょうね。もっと乱暴に行くんだと思うんですよ、私は。いちいちその債権者会議とかせずに、もう一方的に決めて、はい、一方的に決定ってやってやってやる。だからね、日本の倒産ってね、この規模で多分日本で倒産したら、整理に2、3年は優にかかるんですけども、中国の場合は数ヶ月でやってしまうんじゃないですかね。はい、これ、ちゃんって。その1300あるというマンションは、健全な不動産にはーって回してですね、引き継げっていうふうにするわけでしょうね。で、
ね、まあそのコーダ自体を解体をしてですね、多分ドル建て債券に関しては 100% デフォルトにするんでしょうね。要つまり1円も返さへんということですね。1円も支払わないということになるんではないかなということで、このスケジュール、私が把握しているスケジュールであれば、今月のですね、23日、まあ土曜日になりますけどね。で、この23日以降ですね、中国のその不動産市場はちょっとした激震が走るんではないかなという気がいたしますね。でにもかかわらず今のところ世界の株価はこれに何の反応もしてません。一瞬反応したんですけど、ウィーンと今戻してます。大丈夫大丈夫って言って大丈夫かいなほんまにと思いますけど、まあこれでですね、もう共産党の救済はないということがほぼ見えましたんで、我々はですね激震に備えてですね、まあ眺めると見てるしかないですからね。本当私みたいな一市民は見てるしかないですよ、はっきり言って。ほんまに何が起こるんやろうと。まあそれはあれですね、向こうで勝手にやってもらう分にはいいんですけど、必ず日本にも来ますからね、何らかの影響が。それがどの程度かというのを私は眺めて皆さんにこうやってお伝えしていこうかなというふうに思います。このポストセブンのサイト貼っておきますので、今私半分ぐらい読みました。合わせて私の記事も見てくださいね。はい、ということで、共産党救済なしというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。